から言うてる、これこれは絶対に大事。あ、これかね、あ、これ大事ですね。1点、2点、3点攻め、こうで、男と女もあるけども、こう下突きと上突き。それで、もう一回やったら川崎クリニックっていうところで、平成17年平成17年の年にシリコンボール3つと、日本人に、日本人は5人に4人は火星方形ということは、10人に8人は火星方形。火星ですわ、もうめぐ、あの皮かぶってますわ、日本人。なるほど、俺それは嫌やから、平成17年に皮切るたびに、川崎クリニック大阪の梅田院、あのおっさんね、川崎クリニックのおっさん、これ貼ろうかで、皮切るのとシリコンボール3つ入れるのを行きました。で、立ってるとことしぼんでるとこの微妙な、あの川崎クリニックのおっさんの微妙なこのこだわりがあって、あの当時、今やったらコンプレであかんけども、当時は女子の看護婦さんが立たしてくれて、微妙に立たしてくれて、立たしてくれてビーンと立ったとこと、川崎クリニックのわしの顔見てみーって、こうやってこうしぼんだとこ、しぼんだピョッとこう塩をかけたナミクジみたいに、おっさんの顔見たら、あのナミクジしぼんだとこのミリの口径を測って、シリコンボールの1発、2発、3発この動く可動域を調べるのに、女子こうピューってこう触ってくれてビンビン立つんですよ。そんなに立つ。そうで、それで、はい、設定をしてから、はい、はい、さて、あの男のあそこに、ここに麻酔を1発、2発、3発、4発、5発今ではずっちゅーってこう痛いんですよ。痛いけども、入れてから、はい、聞いて、1発、2発、3発、4発、5発、6発、7発、8発、9発ぐらいビューってこう麻酔をするんですよ。で、そっから麻酔効かすまで10分ぐらいかかるから、10分待って、で、そっからメスですよ、ピューピューピューって入れて、皮を切るのにジューってめくって、普通男やったら怖いけど、俺は見してって言ったんですよ、先生よって、見してよってビューって、ほんならピューってやったら血がブワーって出て、で、そっからシリコンボールをパンパンパン3つこう入れるんですよ。で、上の皮と下の皮をこう縫合するのに、ピュー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 ってやって、これ豚のあのコラーゲン、コラーゲン注入のコラーゲンの入れた糸で縫合したんですよね。これが1週間ぐらいで溶ける糸なんですよ。それを縫合して変えるんですけども、そのメスとか針とかは別に痛なかったけども、男っていうのは立つでしょ、立つ時に、だから夜がむちゃくちゃ痛かった、立つでしょ、立った時にこう縫合したとこ、縫合癒着したところ肉がグワーッとこうなるんで、めっちゃ痛かった。広がっていくから、広がって、はい、それがむちゃくちゃ痛かったのが3日間続いて、3日間、はい、いざできました。で、一発目はその時は全国筆集団のフォーメーションで関東に行ってたので、関東に行ってヤクルトお姉ちゃんとにやっていただきました。それが、まあ、3発目なんですけども、次に3発目でしょ、 3発のシリコンボールで、次は大阪中央クリニックというとこで、川崎クリニックは可動式なんですけども、大阪中央クリニックは可動しないとこなんで、仮の部分、この仮あるでしょ、ここの仮仮の部分の近いところに一発動かへんやつ入れると、バイオアルカミド、バイオアルカミドって言って、ヨーロッパで認証されてる非吸収性の亀がでかくなるやつ、亀が、ここの亀がね、ボーンって、それを 5cc、1cc15 万円やったの当時。 5cc やから75万円。5cc ピュー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 ってこう入れて、亀がもうコブラのこれでこんななって、ボーンってなりました。で、シリコンボール一発入れて4つやったんですよ。で、亀がこんなやって、で、ちょっとある有名な、名前は出せへんけども、AV 女優とやりました。ほんならどんな AV 男優よりも良かったって、
でも AV 業界に自分は面接したら入ってるからあかんって言われたのに、まあそれはいいんですけど、あで今シリコンボール4つやけど、次は4つやから、うん、ちょっと縁起がいいから逆に、うんうん、1つの欲望が満たされたらもっかの欲望が満たされてんで、ドラゴンボールがいいなと思ったんで、もっかい川崎クリニック行きました。3つ入れたらと思って、先生言うて、もっつ入れた言うたら、うん、大谷君言うてな、やめてくれって言われて、あ入れすぎたらあかんの、なんでって言ったら、はい、女の子はこんだけ入れてもなあの気持ちよくないからって言って、へいやでも先生俺入れたいねんか言うて、はい、いやわしには美学あるから入れたらなくないんで、いや、はい、先生って俺先生の美学なんか、はい、関係ないやんかって、はい、俺来てるんやんか言うたら、で下打ちして、はい、言うこと聞かへんちゃなー言うて、はい言うて、あの川崎クリニックのここに向かうで、あの川崎のさんに下吹きさせたって言う気するんです。ああ、そうだった。話が長いねんな、ちゃうねんで、あれ現在7つになったけど、ただ10人中な、10人中聞いてきてきて、10人中8人は気持ちいい、2人は痛いって言うけども、ただこういうな、彼女みたいに真面目な女の子と知り合って付き合うでしょ、いざエッチするときに、パッと見たらびっくりされる。なんて言うたら、今まで飼ってた犬が、いきなりニャーって泣いたみたいな、びっくりした。いや俺は経験人数少ないし、遊んだことはありませんって言うても、このちょっと待って、ちょっと待って、あの今ちょっと待って、何喋ってたっけ。だから俺大学生と付き合ってるけど、いざベッドインしたときに見したら引かれて、逆にさっき言ったら今まで猫と思ってた人間が、あ猫と思ってた猫がワンって泣いたみたいなあれ、あえってそれで恋愛を俺失敗するんだけども、そうじゃないよって言うてちゃんとしたら、これ始まりました、これこれ一発技、これをちゃんとしたらこれよね、話が長いねんかはい、締めてや、はい、はい、そうですね、話聞かせてもらいました、はい、頑張ります。何を頑張んの、行かせます行かせなあかんね、行かせなあかんね、立てたらあかんね、そうやね、行かせますよ行かせます、今日エッチする、ね、今日エッチする、今日すぐね今日ちゃんと今には20分以上かけてや、今に好きやろ、好きかけないかどっち、どっち、トニーちゃんと仕上げてで、上に乗して、うん、上に、はい、上にね、上に乗して、クンに仕上げてかけてあげて、顔にだろ、顔にかけてあげてかけたやろ、顔にちょっとやろ、ちょっとやろ、それかけたやろ、かけたいとかけてやろ、今日10回分かしてもらうなな、ほんまに生かさなあかんで、ね、でも女男はまあまあまあ言いますね、生かして、まあまあそうっすね、まあまあやねやなよし今日はもうセックスセックス残念、これは YouTube 上げるけど、あの俺マッション先生かもなんだけどな炎上するんやったらええねんで、炎上やけども抹消されたら終わりやん、なお前、ね、炎上してほしいね、お前ね、抹消されたら終わりやね、はい、もう8分やからそれで話しめてください、はい、じゃあねー、はーい、ほい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 ほんと見せかけて、ほい、じゃあまたねー、オッケー